ダイヤモンドリーグ、DL、ファイナルとなるプリフォンテーンクラシックが米国オレゴン州友人で開かれ、1日目の女子やり投げで北口春か JAL が優勝した。北口春かのダイヤモンドリーグ全成績をチェック。まさに真の女王に君臨。北口がまたしても快挙を成し遂げた。世界最高峰の DL ファイナルに2年連続で出場した北口は、 二回目に 63m78 を投げてトップに立つ。三回目はファウル、四、五回目は 60m に届かなかった。六回目も 62m76 を投げて他を圧倒。二回目の 63m78 からそのままトップを譲らず。DL ファイナル優勝は全種目を通じて日本人初のこと。賞金三万ドルを手にした。北口は今季。 パリ大会を 65m09 で連覇すると、ローザンヌ大会2位、シレジア大会は 67m04 の日本記録を樹立して2年連続 V。さらにブリュッセル大会で 67m38 と再び日本記録を更新して優勝した。DL は今回のファイナルを合わせて今季4勝、通算で6勝目となる。 今回のブダペスト世界選手権で 66m73 を投げて日本女子トラックフィールド種目初の金メダルに輝いた北口。記録面でも 67m38 は世界リストトップで DL ファイナルを制し、2023年はまさに真の世界女王として君臨することとなった。なお、すでに来年のパリ五輪代表に内定している。 帰国後はエントリーしている10月1日のアスレチックスチャレンジカップ、新潟への出場を予定している。